総理です。総務大臣、総理でしょう。あのね、総理でしょう。ちょっと理事行って、理事行って。委員長の指名ですので、ごめんなさい。ダメです、総理しか答えられないじゃないですか、はい、ちょっと待って、委員長、こんなのめちゃくちゃですよ。私は今ですね、総理はなぜ前夜祭だけ違う方式でやってるんですかと。他は政治資金規正報告書に全部載せてやってるのに、なぜ総理はこの前夜祭だけ別方式を取ってやったのかと聞いてるわけですよ。あの、そうでしょう。よろしいですか、今から総理に答えていただきます。なぜ総務大臣を当てる。ちょっと自民党しっかりしてくださいよ。自民党、時間止めて。総理大臣安倍晋三君。総理ね、どうぞお座りください。もう逃げないで、速記止めろ。どうぞ。ではまず辻元清美君、どうぞ。ご突然ですが、男性特有の辻元清美君、どうぞご質問。今質問されますか、答弁をお求めになりますか。今みたいな委員長の仕切りだと、いくら質問してもちゃんとした答えを得ることができません。委員長ね、私も真剣にやってんだよ。もうね、内閣総理大臣、桜を見る会になったら異常な運営でしょ。異常な運営でしょ。ずっとそれが問題になってるじゃないですか。内閣総理大臣安倍晋三君。辻元委員が、あ、すみません、今あの答弁中ですから、答弁中です。辻元、どうぞお座りください。